いている尾崎。あ、しかし、あ、張り手。ロープに振ってる張り手っていいですね。あ、そして、高子に、あ、すごい高角度タイガードライバー。いやー、危なかった、高角度。今、ブーイングですね。うん、出てくるなっていうか、ええ、うん、白熱してきましたから、はい、邪魔をするなというか、カットをするなというか。天井のリングなんですけどね。先生と戦えってことじゃない、ね、はい、うん、ね、あ、そしてもう投げ捨ててのパワーボム。危ないぞ。カウント 2.8 ぐらい前でいきました、高子。なんかどの大技でも3入っちゃいそうな感じがしますよ ね、 すね、ここまで来ると。あ、今度はまた3。さすがのダイナマイト関西の技も2巡目に入ってるんですよね、うん、あ、なるほどね。なんか新しいのはなくて、うん、同じ技をもう一度繰り返して使うっていうふうな。そうですね、さっき2周ぐらいしてるんでしょうね、やってましたね2周、まあ、そういうの失礼かもしれないですけども、やはりそう、打者に2巡してますね、うん、何せ60分ですからね、かれこれもう50何分戦ってるわけですから、当然お互い手の内技も尽きてくるでしょう。尽きてきちゃって、うん、そうしますとやはり消耗戦、どちらが先にバテてくるか。意外と思わぬなんか丸め込んだりとかそういうので決まっちゃう可能性もありますんでね、気が許せません。これも強烈腰にキック。なんか、うん、合体サポをたくさんやったチームが勝つって感じがしますね、はい、ここからは、うん、さあ強かった対策法が先に出すのはどっちか。あ、尾崎が飛びますか。セカンドロープに足をかけてるが、あっとセカンドロープからコンヒーローを見舞ってきました。ちょっと低空だったんですけれども、はい、あ、そして関西が飛びますよ。あ、飛んだ。しかし自爆相打ちですか。辛いですよね、大きい人飛んでくると。いやー、チャンピオンチーム相打ち決まってたらたまったもんじゃないですよね。危なかったですね。うわ、そして追い打ちをかけるこのボッタのキックも強烈。関西という選手は飛んじゃったりもしますから、すごいですね、本当に。夏のコーナーの鉄柵に打ちつけて蹴りまくります。国家時間がないんでね、この辺はあまり場外に天井を移していると普通に時間切れということもあり得ます。なるべく早くリングに潜ってほしいというのは本当にたくさん思っているんじゃないでしょうか。残り試合時間5分というコールがありました。さあ、選手の耳に今届いたんでしょうか。いずれにしてもこれは場外乱闘をしている時間もありません。あ、そしてイグナイは高子が尾崎をバックドロップホールド。高子が多分技に二巡しちゃってるんだよね、うん、はい、さあ、それを堀田、堀田もしかしまだ堀田はあるでしょう。あっと、口出しのかかとのあたりを当てました。はい、ミールキックからもう一発いきましたね。あ、本田ラリアット、しかし外した。あ、フェイスクラッシャー、対角線。そして関西、おっと、トップロックが危ない。あ、しかしダイビングヘッドバット、ギリギリのところでかわして2本目をこの流れでものにしたホットですが、カウント2。今度3に近かったですね。そうですね、ホッター高子残るは、おっと、これもこれがありましたね、ボクシングパンチ。今日初めて出しましたね、ボクシングパンチ。そうですね、ずっと練習してましたからね。ボディーブローから、そして、あっと、だるま式ジャー。うー、カウント2、これもまた関西からいい技じゃん、ベルトをもぎ取ろうというこの意地があります。あ、そしてオーロラスペシャルを狙うか。高子まだこの得意技を今日は出していません。オーロラスペシャル、あ、堀田が、あ、向こうで、そして高子がオーロラスペシャル。でも相手選手を肩の上に乗っけちゃって上に立っちゃうってすごい難しいですよね。そうですね、やっぱりビューティー高いじゃないでしょ、ね、いやしかし今危なかったですね、関西。尾崎がカットに入っていなかったらひょっとしたら
スリーカウント残り時間8分ああ取れない字幕ああ痛いさあ残り時間なくなってきましたああバレットチャンスになっちゃいましたね一転して今度はチャンピオンチームがチャンスああ張り手の応酬だすごいもう取りに行かなければ間に合いませんスリーカウント大技で取りに行く両チームあっとまたロープに振って張り手そして DDT いい技術ですよね今ね、はい、躍動感あふれる DDT がヒットそしてサンダーファイヤーパワーボムカウントどうかうーんギリギリのところで堀田が入ったタッグマッチですよねやはりタッグの連携でカットをしていかないと思わずとスリーカウント狙えないんだが合体を出そうとやしかしその時変形のドラゴンスープレックスモードこれ決まったか残り試合時間2分あ残り試合時間は2分2分しかありません何があるのかチャンピオンチーム何があるのかああそうかやはり1本目を取ったこの場でしかないでしょうね関西はやはりああ堀田のラリアットをかわして持ち上げたスタッシュマウンテンはしかしこれは投げつけましたねこのままホールにはいかずいや危ない危ないうわエンズイラリアットも一人暴れ回る関西ですけれどもあっ高くかなり大きいちょっと表情目がうつろですあそして合体だ合体だこれは 3WA のタイトルを取ったあ違いますね後ろ向きでおっとドロップキックこの合体技で来ましたけれども危ない残り試合時間キープこのままねあのブルドッキングみたいにねえ行くのかとね行くのかと思っていきやブルドッキングでね前に落としてでも勝負を急がないとダメですよねそうですねチャンピオンチームこれは合体のスプラッシュマウント行くんですかこれはいやすごい技になりそうだうわすごいうわこの表情残り時間30秒、ね、残り時間30秒うわー選手がフォローしますねギリギリのところでフォローああもう一回いきますもう一回いきますもう一回いくぞ20秒さあ20秒残り時間20秒早く行かないとこれは危ないああ尾崎が登ってあーあーすごいこの技で 3WA をダッシュした10秒残り時間10秒ああもう時間がないここで無情にもゴングなんと60分3本勝負だったんですけども時間切れということでねフルタイムドローということになりましたスリーダブルの移動はこれはなしですね、なしですね、はい、いやー清田さん、はい、どうでしたかそうですねこの2人で取れなかったんで今度は自分たちがもう調子を取り直して今度取り返しに行きたいと、はい、それを期待していると思います、はい今日は斉藤さん斉藤さんどうもありがとうございました、はい興奮の中島体育センターより失礼いたしますちょっと尾崎真由美選手がとてもインタビューをできるような状況ではなさそうですので、ダイナマイト関西選手だけにちょっとお話を伺いましょう、やはりというかすごい試合になりましたね、あの 3W を持って初めて防衛したんですけどもやっぱり挑戦者の魂というか、うん、根性はやっぱりきついものがありました、うんうん、なんかやっぱり前場のベルトのまた重さを感じたっていうか、うん、うん私たちも一から出直しですもう一回でもその中で、このベルトを守り抜きましたね、うん、はい一日でも長く、うん、あの持ち続けたいです、うん、どうですか戦ってみたい相手ってのはまだまだいるんじゃないですかそうですねうん井上京子選手とかアジア選手ともやりたいですけど、うんうんやっぱりこのメンバーで3本勝負決着つかなかったんで、うん、やっぱり決着つけたいですもう一回もう一回やりたいもう一回やりたい、うんね、まだまだ大きい大会もありますし、うん、もう場所どこでもいいですねいいですもうどこでも、もうどこでも、うん、もし前場の会場だったらどこでも飛んでいきますそうですカード組んでくれるんであればわかりました次の防衛戦も期待してますはいありがとうございますじゃあ尾崎選手のところ行ってあげてくださいすいませんでしたどうもありがとうございましたお疲れ様でしたお疲れ様でした